チリ国立自然史博物館は、チリ共和国の首都サンティアゴにある博物館である。チリ国立美術館、チリ国立歴史博物館とともに、チリに参加がある国立博物館の一つである。キンタノルマル公園にある。設立者のクロードゲーミナミアメリカ有数の歴史を持つ自然史博物館である。チリ政府からの委託を受けた。 フランス人博物学者のクロード芸によって1830年9月14日に設立された。当初の要求は地理の生物学と地理学であり、農作物や鉱物資源に集中していた。1875年には地理国際博覧会の宮殿またはパビリオンとして現在の建物が建設された。1889年には植物学、動物学、 鉱物学の各部門が設立された。国立博物館法は1908年に初めて刊行され、今日では国立自然史博物館法という名称で刊行が続けられている。1906年8月のバルパライソ地震と1927年4月の地震では博物館の建物に被害が出た。 1948年から1964年までは地理学者、地質学者のウンベルト・フエンサリーダ・ビリエガスが館長を務めた。1964年から1982年までは地理人類学を経営したオーストリア系ユダヤ人のグレーテ・モストニーが館長を務めた。白ナガスクジラの骨格が展示されているメインホール植物学、動物学、昆虫学、 人類学、古生物学の5つの部門に分かれている。植物学部門では1830年に植物園が設立され、今日では地理に分布する種の90%となる3700種を有している。動物学部門には十四の正規順標本を有しており、主に地理の海水魚や淡水魚である。人類学部門はかつて、 インカ帝国が栄えた地理中央部の考古学や、地理本土やイースター島で近現代に途絶えた民族の文化遺産に焦点を当てている。プロロマミーの保管も人類学部門の職務である。地理国立自然史博物館は、地理教育省の一部門である図書館、公文書館、博物館監督部によって監督されている。ありがとうございます。